それでは、津軽家の紹介、関ヶ原の戦い編を始めていきましょう。前回までの動画を見ていない方は、概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらの動画をご視聴ください。さて前回は補足会として、南部家川史料から見たため信長による津軽統一の過程について紹介しました。津軽家川よりも、かなり悪辣な暴臣として描かれているのと、一年余りで津軽を掌握したという記述が印象的だったな。でも領民思いだったという点は、南部家側も認めているというのが意外でしたね。そして前々回は、豊臣政権による唐入りが行われた頃の津軽家について紹介しました。豊臣政権の支配を受ける中でできた前田家や浅野家との因縁、豊臣秀吉や石田三成とは対照的に、為信と相性の悪い方たちでしたね。浅野長政は伊達政宗にも絶縁を言い渡されたりと、東北の大名とは相性が悪い印象がありますね。しかし皆さんご存知の通り、天下統一からわずか8年で豊臣秀吉が亡くなり、いよいよ関ヶ原の戦いが始まることになります。というわけで今回は、豊臣秀吉の死後、津軽家がどのような振る舞いを見せてきたかについて紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さて時は慶長5年1600年、当時豊臣政権内部では徳川家康を中心とするグループ東軍と、毛利輝元石田三成を中心とするグループ西軍に分かれていました。そして家康が同年6月16日に会津の上杉家討伐のために兵を起こすと、7月17日に石田三成が挙兵、関ヶ原の戦いが始まりました。それで、津軽家は東軍と西軍どちらについたのですか？実は津軽家は東軍につくものと西軍につくものの二つに分かれました。具体的には東軍には為信と彼の三男津軽信平が、西軍には為信の嫡男である津軽信武がつきました。さらに、津軽領内では尾崎喜三や板垣兵部ら西軍に味方した津軽家家臣が堀越城に籠城し、東軍側の津軽家家臣、今信則に討ち取られるということがありました。一族内で東軍と西軍に分かれる。まるで真田家みたいですね。どちらに転がっても生き延びれるようにと、必死になった結果なのだろうな。そもそも関ヶ原の戦いや遥か昔の南北朝の騒乱でも同様の生き残り術を図った武家は珍しくありませんでしたし、真田家の専売特許というわけでもないんですけどね。しかし、津軽家川史料の津軽一等史によれば、王の東軍型大名は基本的に全員上杉家討伐に当たる中、為信は上杉家討伐には参加せず、三男信平と共に家康率いる軍勢に2000の兵で参加し、なんと関ヶ原近くの大垣城を攻略する戦に参加したとされています。なんだっけ関ヶ原から1、2を争うほど、遠い位置にいる大名なのに、随分と頑張りましたね。これについては、津軽家が上杉家の領地から遠く離れていたこと、また文禄慶長の役において、津軽家が他の王の諸大名とは軍役上別枠で扱われており、家康がそれを踏襲した、などなど、様々な見解が存在します。さらにかつては、為信本人が大垣城攻略軍に参加していたかについては疑問視されており、実際は京都にいたのでは？とする説もありましたが、2022年現在、為信は公約軍に加わっていたとする見方が有力のようです。お家存続のために恩ある石田三成と戦場で相まみえる。為信の苦労はいかばかりだったか。一方、西軍に着いた津軽信武は関ヶ原本戦には参加せず、為信から密かに送られた300の兵と共に大阪城にいました。信武が関ヶ原本戦に参加しなかった理由は何なのだろうか。詳しい理由はよくわかりませんが、おそらくは大阪城防衛の備えとして、大阪城に留まったのではないでしょうか。冷静に考えれば、東軍も西軍もそれぞれ7から8万の兵を率いていたわけですし、関ヶ原や三成の本拠地沢山城、さらに京都まで陥落したら、いよいよ大阪城の出番でしょうからね。実際、関ヶ原本戦の後、
東軍西軍ともに大阪城で一戦まみえるべきと主張した武将も少なくありませんでした。結果的に西軍総大将である毛利輝元が東軍方武将の説得を受けてあっさりと大阪城を去ったことで幻の戦となりましたが、仮に輝元が大阪城を動かなかった場合、為信と信武による親子対決が見られたというわけですか。そんな悲しい事態にならずに済んでよかったとしか言えないな。本当にそうだね。そして関ヶ原の戦いはご存知の通り東軍勝利に終わり、間もなく三成の居城である沢山城が陥落すると、その知らせを受けた津軽信武は、大阪城にいた三成の次男石田重成を大阪城から脱出させました。そして石田重成は若狭の国から船で日本海に出て、津軽に逃れることに成功しました。為信が三成の子をかくまったというのは以前にも触れた話でしたが、脱出の手引きをしたのが息子だったというのは初耳ですね。そして戦後、津軽家は関ヶ原の戦いでの活躍を認められ、神津家の国王たちに2000国の領地を加増されました。神津家、随分統一に領地を与えられたのだな。当時、飛び地で領地を与えられることは珍しくなく、関東や近畿では、遠く離れた地に本拠を置く武家の飛び地が数多く存在していました。そのため同じ村、地域でも農地ごとに年貢の納め先が別々だったということは日常茶飯事だったようです。現地に住む人間にとっては、めんどくさいことこの上ない話ですね。また信武と共に津軽に逃れた石田重成は、直杉山源吾と改め、修正津軽家にかくまわれることになり、後には津軽の地で公も受けました。そして重成の嫡男、杉山義成は津軽家家老に取り立てられ、津軽藩の忍者集団早道の者を率いたとされています。この早道の者は後に蝦夷地に派遣され、情報活動に勤しんだとも言われています。石田三成の血と精神は津軽に受け継がれていったのだな。また信武についても、西軍に就いたことを咎められることはなく、関ヶ原の戦いの後も津軽藩の内政に参加したり、幕府や朝廷と交流を持つなど、為信の後継者として精力的に活動しました。一説には戦後、為信から家督を譲られたとも言われていますが、確証は得られていません。ともかく、津軽家はこれで安泰ですね。しかし関ヶ原の戦いから8年後、津軽家に危機が訪れます。慶長12年1607-1608年、この年は津軽家にとって最悪の年となりました。というのもこの年、津軽為信と津軽信武、この二人が相次いで亡くなったからです。なんだと。もともと信武は病弱だったとされ、為信の後継者としての過重労働がたたったのか、慶長12年秋に危篤状態に陥り、その知らせを聞いた為信はすぐさま江戸を経由して幕府の許可を得た後、11月10日、京都に到着しました。こうしてみると、為信も一人の親だったんだな。しかし信武はその1ヶ月前の10月13日にすでに亡くなっており、為信は長男との再会を果たすことができませんでした。そんな。さらに悪いことに為信自身もこの時重い病にかかっており、京都到着からわずか1ヶ月足らずの慶長12年12月5日、信武の後を追うように亡くなりました。享年58。ああ、とうとう為信まで。さてこうなると、困るのが残された津軽家の面々です。何しろ当主と次期当主を一気に失ったわけですからね。誰が後を継ぐのか大いに揉めたことことでしょう。はい。間もなく津軽家では、信武の意地大隈と為信の三男津軽信平との間で家督をめぐる壮絶な争いが始まりました。これを津軽騒動または大隈事件と言います。この争いは、最終的には信平側が勝利し、信平が津軽藩第二代藩主に就任しました。津軽家の正史、津軽一等史では、大隈とその父信武の人間性を疑問視し、最初から信平が後を継ぐしかなかったかのように記載されていますが、実際には幕府に近い立場にいた信平が、その立場を利用して幕府に訴えたのが功を奏したようです。系譜的には、信平よりも大隈の方が次期当主にふさわしそうなのにな。でも、最上家とかも江戸に出資していた最上家近が近い時期に当主になっていたりしますし、幕府に近い人間が当主になりやすい情勢ではあったんでしょうね。なお、
大隈事件の後、津軽藩では大隈を支持していた家臣たちの粛清が行われ、その中には関ヶ原の戦いにおいて領内の西軍派を倒した紺野武則や、大隈の祖父にして、久野辺正実旧臣の一ノ瀬兵庫之助などが含まれています。彼らはもともと、大隈の父の武武に仕えていた者たちでした。これらの粛清劇は、時には甲状腺を伴うほど激しいものとなりました。彼らも、津軽家のために尽くしてきた結果がこれとは、夢にも思わなかったでしょうね。また、大隈事件においてしばしば中心人物として取り沙汰されるのが、大隈の義理の叔父津軽武弘です。義理の叔父。津軽武弘はもともと津軽一族の人間ではなく、天正18年1590年に滅んだ関東の北条家の家臣であり、もともとの名字は大河内でした。そして北条家滅亡後は津軽家に身を寄せ、為信の長女津軽富子の夫となり、津軽武弘と名乗るようになりました。だから大隈から見て、義理の叔父なのですね。その後、大隈が生まれると彼の後見人となり、大隈と共に江戸に滞在していました。そして大隈事件においては、後見人として大隈の当主就任を強く主張しました。元は津軽家の家臣でも何でもなかった人物が為信に気に入られ、一門として名を馳せる、為信の面倒見の良さがここでも発揮されていますね。津軽家には他にも同じく北条家旧臣であった大道寺直秀も仕官しており、為信としても、お家存続のため小田原に参陣したとはいえ、北条家に対しても同情する部分はあったのかもしれませんね。しかし、大隈や武弘も江戸にいたということは、スタートラインはライバルの信平と何も変わらなかったわけだな。ですが、大隈の父の武武がもともと西軍に属していたこともあって、彼らの周りには豊臣家よりの家臣が多かったこともあり、最終的に徳川家よりの信平派閥の意見が通ったものと思われます。関ヶ原では東軍方として活躍しながら信武に仕えていたばかりに粛清された紺野武則なんかは、気の毒としか思えませんね。その後、大隈と武弘はどうなったのでしょうか。彼らは死罪は免れたものの、津軽からは永久追放となり、諸説あるものの、大隈は16歳もしくは23歳の若さでこの世を去ったと言われています。大隈にとっては踏んだり蹴ったりの人生でしたね。また武弘はその後、江戸幕府を抱えの医師として転職し、武弘の息子たちも徳川家光に拝謁するなど、幕府にかなりの好待遇を持って迎え入れられました。医師、武士としてではなかったのか。もともと津軽武弘は北条家家臣時代は北条氏政を抱えの医師として活躍していました。もともと、医師としての技術は持っていたということですね。そして武弘の系統はその後ももともとの名字である大河内姓を名乗らず津軽姓を名乗り続け、幕末まで存続しました。権力闘争に敗れたとはいえ、津軽の名字を代々誇りとしてきたわけだな。幕府から好待遇を受けていたことを考えると、敗訴したとはいえ、武弘の主張にもある程度の正当性はあると、幕府は感じていたのでしょうね。さて、お家騒動の果てに第二代当主となった津軽の武平。そんな彼がどう津軽家を治めていったのかについては。については次回に続く。一体、津軽家の紹介は何回やるつもりなのでしょうか。でも、借刀プルシの気力を考えたら、分割も仕方ありませんね。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ということで、今回は関ヶ原の戦いと大隈事件について紹介しました。まさか、かの有名な真田家以外にも、東軍と西軍に分かれた大名がいたとはな。真田家と違い、西軍についた津軽の武武も、ちゃんと津軽家の政治に関わっているのが印象的でしたね。押村区は、為信も信武もほぼ同じタイミングで亡くなってしまったことでしょうか。もし信武がもっと長生きしていたら、大隈は何事もなく当主になっていたことでしょうね。そうかもしれませんね。ただ、大隈支持派を下し、当主となった津軽信平も名君と呼ぶにふさわしい功績を挙げており、彼の時代に津軽藩の基礎が築かれていくことになります。というわけで次回は、信平時代の津軽藩について紹介したいと思います。